毘沙門天全国寺。毘沙門天全国寺は、江戸の昔から神楽坂の中心に位置し、町のランドマークとも言うべきお寺でございました。坊ちゃんの主人公も、この境内の縁日で、ぽちゃりッと恋を釣り逃しております。また、その右隣にありましたのが俵屋。ハイカラなフルーツショップの2階が、 多くの文化人たたたちに愛された洋食レストランでございまし漱石先生は家族の幼い子どもたちを連れてよく訪れたようですが「音を立てるな」「よさみをするな」「食べながらしゃべるな」などとテーブルマナーのしつけが厳しく子どもたちは食べた気がしなかったとか。 その蓮向かいに位置します相馬屋文具店は江戸初期からの老舗神問屋。相馬屋製の原稿用紙は漱石尾崎紅葉をはじめ名だたる文豪たちが愛用していたことで知られております。